ちゅうちゃん伸びるの早いな。うん、前髪早いと思う多分。はいはい、パーカーは期待しますか？パーカー好きだよ。あのこれからの時期って感じですよね。なんか何、前がチャックのパーカーとかもまあ着るんですけど、それよりもチャックじゃないこうやって着るやつ、あのフードとかあるやつが可愛くって、そういうの上着とか着ず、それだけで着られる時期が好きです。一番わかんない、好きな時期いっぱいあるけど、その時期めっちゃ好き。パーカー一枚で過ごせる時期。まだね、なんか暑いけん、もうちょい先。そう、パーカー女子のここをリボンにするのが好きです。かわいいよね。そう、オーバーサイズでダボダボと着るのが好き。来週から寒くなるみたいよね。なんかさ、来週のどっかで、日曜かな、どっかで雨が降るっぽくって、今週か日曜だったら、そっから寒くなるみたいな聞きました。私まだ半袖の服で着たい服あるまだあるよ。からもうちょっと半袖がいい。なんかなんだかんだ言って半袖って超楽ちん。10度くらい下がるみたい。マジかい、10度、かなりですね、そりゃ。土曜は何するって生放送。そうです、明後日土曜は何する、リツイートしました。リツイートしたけん、リツイートしたやつのリプとか、そのリツイートしたやつの引用リツイートとかお願いします。一人でも一つでもたくさんツイートがあったら嬉しい。その当日とかもリアルタイムで言ってくださったら嬉しいです。一人って今でも緊張する？しますします。一人でテレビとかそんなたくさんあるわけではないから、とっても緊張します。まだ実感湧いてないけど、多分当日とかになったら緊張する。とてもなんです以来かな、かな、多分かな。全部が曖昧
頑張って、頑張る。ミャン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 。お、今日 RCC ラジオでチリパの告知 CM 流れてて、そう、告知 CM みたいななんか声なんですけど録音しました、自分で。そう、それもね、19の夜、石田、矢野、小島の3人でチリパ生放送出演させていただきますので、皆さんお楽しみに。そう、あれはね、ショールームでも生放送配信がありますので、何時頃タイムシフトは確認します。10時から11時だった気がする。一人だけ10代。そう、でも私ももうすぐ10代じゃなくなるよ、みんな。ひょーひょー。うん、3人にどんな共通点がね、多分共通点ないね、多分ほのたんとあいこじは歌うまい共通点とかあるけど、でもあれだ、共通点はヒタレたちよの選抜という共通点があります。そう、ヘタレたちよの発売の1日前っていうか1時間前なので、チリパの時はちょちゃんも歌うまいよ。ほんと？じゃあ歌うま歌うまいっていう共通点があります怒られちゃいそう。アイコジと MV の時に話したりした？話しました。なんかアイコジとはジャケ写の時も、なんか今回のジャケ写4人でなってるけど、2人2人ごとで撮影したので、私はアイコジとペアで、そう、その時も話したし、あと MV の4チームに分かれるところでも、私とアイコジはあのテントでのんびり過ごすチーム、コーヒー飲んだりコーヒー作ったりしてのんびりするチームだったので、そう、待機時間とかも同じぐらいあったし、うん、アイコジ、とても好きです。私はなんかのステージの時に一緒に、なんだっけ、住みたい日とかお嫁さんにしたい日とか、なんかちょっと何だか忘れちゃったんですけど、なんかで愛子女を選びました。いつだろう、おもこいが発売された時の配信限定のライブみたいな時かな。その時2日ぐらい連続で配信限定ライブがあったんですけど、そのどっちかのどこかで言いました。
懐かしい。でもなんか最近気づいたんですけど、あいこじすごいしっかりしてるっていうイメージだったんですね。でも思ったよりしっかりしてないし、なんか話聞いてない時は聞いてないし、抜けてるところがあるなと思って、そう、そこがまた、そこがまた良いと思いましたそう、あいこじはあんまりしっかり者ではないですね。マイペースなタイプですね。私のほほんとした子が、のほほんとしたお顔だったり、のほほんとしたなんか雰囲気とか性格の女の子、すごいあ可愛いねってなるのでそう、そういいねと思いました。なんかね、僕恋公演で愛子じがユミリンのポジションなんですけど、愛しきライバルの一番最初の殴り合いのシーンみたいな、殴り合いみたいな振り付けを二人でするんですね。でそこが今まではユミリンとやってたんですけど、で愛子じとリハーサルとかも普通にいつものユミリンとやってた感じで殴り合いの振り付けとかやったんですけど、本番になったらもうあいこじのなんか殴る感じがすごいリアルでなんかなんていうの、リハーサルよりもすごい勢いがねすごくて、そう、最初はびっくりしました。初めてあいこじがユミリンポジに来た時にうおーってなって、私もあのいつもよりちょっとガチっぽくやりましたそう、うん、そう、距離感とか違うもんね。そうですね、もう人それぞれって感じですもんね。みんな違ってみんないい。君がいつかなんか僕アラームのメロディーは何か設定しているの？アラームのメロディー、一番あるあるなやつです。なんだっけ、なんか毎日聞いとるのにいざなんだったっけって言われたら何も思い出せん。なんだっけ、でも iPhone の多分王道だと思います。変えとらんと思う、うん、音楽とかではない、うん、
変えたかな、何も覚えてないな。教えません教えません、個人情報なので。私大ばあちゃん、めっちゃ起きれそうだけど、実際にライブとかでおばあちゃん聞いたらちょっと嫌気がさしそう毎朝聞いとる、無理やり起こされる曲がおばあちゃんってことでしょ。でもめっちゃ目覚めは良さそうですね。これが頭にあってほしい。おお、いい感じだぜ。手疲れん。ちょい疲れ。疲れ。なんでやねん。なんでなんでなんでねんねんねん。なんでなんで。今のうおいい感じだぜは癒される。マニアックマンマニアックマン。ちゅーちゃんって遠征の時とかぬいぐるみとか持っていかない？持っていかないですね。そう、そんな可愛い部分があったらよかったんですけどもね。ないなあ、うん、今住んでる場所にもないですね、人形は。ネックピローを持っていくの。なんかね、最近遠征の時になんか移動時間寝ないことがめっちゃ多くって、でネックピローをね使わずお腹に置いとくことがめっちゃ多かったんですよ。じゃけん今回の遠征ではネックピローを持っていかんかったんよ。そしたらそういう時に限ってもうめっちゃ眠くって2時間ぐらい寝て、この遠征来る時に首でも、まあなんていうの、自分が座ってる椅子を下げて隣の椅子下げんかったらさ、ここになんか持って
感じですかね。長女の方言可愛すぎるので方言になりたい。無理だよ無理だよ、そんなのは無理広島弁可愛い、嬉しい。でもなんか敬語だとほんまに電源広島弁でんねって昨日と一昨日一人ずつに言われましたそう敬語だとね全然でんなんじゃけど、こういうショールームとかあのお話し会とか気心許した人なんて言うんだろう、ため口で話すところではめっちゃ出ますね。でも自分も広島以外のところの方言聞いたら可愛いと思うけん、広島弁っていうか方言ってなんかいいと思うんですよ。だから使った方がいいと思うんです。瀬戸内っぽいし。でも全然でん敬語だと全然でん、ほんまに。まあそういうもんよね。特になんか広島弁はイントネーションとかは多分割と普通なんじゃけど、語尾とかにつけるパターンのやつじゃけん、関西弁とかはさイントネーションがすごいなんていうの、敬語使っとってもわかりやすいじゃん。広島弁の女の子はちょうちゃんが初めてで衝撃でした。ほんまに？え、でも広島弁の意外性のある方言ってあります？結構有名ところしかないイメージ。ジャケとか大義なんかジャケジャジャなんとかジャとか、うん、チャチャのヘースメンかわいい、嬉しい嬉しいな。たちまち、たちまちって全国区じゃないん。たちまちはあんま使わんけど、今日はでも使う人は使いますよね。たちまちよりとりまとかっていう、たちまちって広島弁なんじゃ。たちまちは多分とりあえずみたいな、そうとりあえずって意味。え、多分私もね普段あんまり使わんけんね、たちまちは。そう、でもとりあえずだと思います。別の意味で使ってる。あ、たちまち？みんなはなんて使うの？たちまちかと思った。あ、そのなんちゃらちゃうみたいな。たちまちイコールすぐが標準。あ、でもすぐって使ってるのかな。
わかんない、使わないから。いやでもとりあえずの意味で使ってるかも。たちまちイントネーションが違う気がする。たちまち、たちまち、たち、ん日本は奥が深い。鼻かゆい。おお、トゥ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 、へいへい、イエイイエイイエイ、虚勢パリピタイム。ありがとうございます。明日多分なんか STU のショールームの日みたいなやつですよね。違うかな。あれってさ、明日しかもらえないの？アバターとかって。私明日配信できないんですよ。え、それって、あ、メンバーランダムなんだ。だからね、明日だけなんかなと思って。え、ランダムってどういうこと？一人のしかもらえないの？いつもそう。そうなんだ。なんか私は配信する側だからよく知らなかった。 ST メンバーに星だったり投げたらもらえる。へえ。あ、一定数星とか投げるとランダムのもらえるやつ。なるほどね。みんなに私のが当たりますように。配信気づかずびっくり。そう、これはドッキリです。実は配信やってたよ、ドッキリ。引っかかりましたね。やばい、私の髪の毛がサラサラだ。嬉しい。ドッキリだったの。そう、てってれー。でもなんか美容院とかのトリートメントとかはもう全然髪切った時以来やってないので。そう、いつか美容院行きたいな。でもね、サラサラなの本当にいい感じだぜ。やっぱ髪染めたことないけん
それも普通にでかいと思う。痛みにくいよね、そしたら。うん、私外にもあんま電気ん、太陽光とかでもう痛まんし。大事にしいや、大事にする。関西弁ってやっぱいいね。大事にしいや、大事にしいや。イントネーションが分かんない。大事にしいや、うん、大事にしいや。どっちが合ってる？え、どっち？どっち？それ？どっち？うん、あ、後半のやつか。私絶対前半のやつだと思いながら、個人的には後半でちょっと変な感じで言っちゃ、違う感じで言っちゃったと思った。あ、後ろの方が合ってるのか。奥が深いね。大事にしいや。大事にするわ。これは広島弁でも普通に使う。大事にするわ。うん。ジャケットサイン書いてコメント読まれながらサインするんですね。そう。あ、待って。え、どこが映りました？え、別に映っちゃ悪いもの多分ないんですけど。そう、服かけてる。でも別に映っちゃダメなものない。遠征道具たちって感じ。大丈夫だった？服はかかってた。うん、服かかってる。ザラの可愛い服。ん？見えない。あ、ザラだ。あ、焦った焦った。汗汗。最近ザラの服多い。めっちゃ多いです。ザラよく買ってます。この裾君はいる返し。ちょうちゃんがホテルに入ってまずすることってある？お風呂のチェック。お風呂がどれぐらい広いかとか、トイレとお風呂は一緒かどうかとか。をチェックしますね。しかもなんか遠征だとなんかもう決められてるから、そうだし、自分でわざわざホテルとか調べないから、そう来てからのお楽しみって感じで。
違うとなんかある。いや、なんもないけど、お風呂、湯船とかに浸かるってなった時に、まったり入れるかどうかとか、大きさとか湯船のを見ます。テキストライン会楽しみです。コメント書いてある。あ、そうだ、その話してたね。多分私落とす前携帯そう、ジャケットサイン会は皆さんが購入してくださった時に書いてくださったコメントを読みながらサイン書いて、そのことについてコメントをジャケットに書いたりしながらやります。皆さんぜひ、まだ購入できると思いますので、私のソロジャケット絵柄のサインがついてきますのですが、ぜひよろしくお願いします。今日はね、21日、読み上げるのかな。うん、読み上げようと思います。読み上げてほしくない人はや、なんか読み上げないでねみたいな、一番最初に書いといてください。したら心の中で読みます。なんか長文だったよ、ごめんなさい。全然長文大歓迎。お、今日は自分の誕生日です。ともひろさん、誕生日おめでとうございます。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを、うう、一人きりで、じゃん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 、うん、おめでとうございます。そう、ジャケ写の方のコメントは変更もできますので、皆さんやっぱこのこと言いたいかもとか、変わったら変更とかしてください。追加を変えるの、あ、どうなんだろう。どうです、私より皆様の方が詳しい。まだゲットしてないって方はぜひよろしくお願いします。あ、追加で買えるっぽい。ぜひぜひ、あんなものなんぼあってもええですからね。なんぼあってもええ、なんだっけ、なんか決め言葉みたいな、なんぼあってもええからね、うん、そう、ミルクボーイさんのあんなもんはクソ、え、あんなもんじゃなかったでしたっけ、え、なん、あれ、あのものはなんぼあってもええからね、え、なんて言ってますっけあんなもんかと思ってた。あんなんだっけ、あんな、何本あっても、あ、あんなんかも、確かに、あ、こんなん、あ、こんなんか、こんなん何本あってもええですからね。ね、私のジャケ写のね、こんなん何本あってもええですから、うん、ぜひぜひ。
ちょっとお眠になってきたので、明日も早いことですし、そろそろ終わりにしたいと思います。20位奇跡の千穂さん、19位6個のミッチーさん、18位ジュノ・ラニカ・ウェグレさん、17位トモさん、16位バンブーホースさん、15位コモダさん、14位ジムジムさん、13位ムムさん、12位トトミチさん、11位イギータさん、10位フークロさん、9位ユキオさん、8位キョンシーさん、7位モヤタロウさん、ラッキーセブン、ラッキーセブン。6位マサヒロさん、5位オンタさん、4位マサヒロさん、3位三浦つねおさん、つりけんさん、そしてそして第1位はピラララララロピュン、陽一さん、イエーイイエイイエイイエイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。皆さん本日はギルダだったんですけども、来てくださってありがとうございました。最後にこの場所は漏れると話題なので、スクショタイムをして終わりたいと思います。えい、イエーイ、ヘイちゃんホーリーデイ、ツン、STA ポーズ、ガオ、あ、ありがとうございます。パネルの申し込みが明日の13時まで、ありがとうございますとのことですので、皆様あれですね、個人パネルみたいなのがあるんですけれども、私のツイッターをちょっと遡ったらあると思うので、よろしくお願いします。それではじゃあ終わりたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。ゆっくり寝てください今日もお疲れ様でした。バイバイ、おやすみんとん、いい夢みんとん。